オルガ・スミルニツカヤは、ロシア帝国の貴族、ヨハン・シュトラウス二世の恋人として知られる、オルガ・スミルニツキーとも、1837年、ロシア貴族の娘として生まれた。オルガには、音楽の才能があり、当時のロシアでは珍しく作曲家としての自立を目標としていた。ミハイル・レール・モントフや、アレクサンドル・プーシキンの詩にも作曲している。1858年、 パブルフスクに演奏旅行に来ていたヨハン・シュトラウス2世と出会い、恋仲になる。オルガの作品の一つ、初恋は、1858年9月24日に、シュトラウス2世によって、パブルフスクで演奏されている。シュトラウス2世の作品にはオルガに関係するものが、いくつかある。二人の関係は、身分違いの恋だったため周囲には秘密のものであり。 手紙はボンボン歌詞の包み紙に偽装して、パブルフスク公園の大木の洞に入れて交換したと言う。シュトラウス二世は、この体験をもとに、ボンボンポルカを作曲した。また、オルガのことを、いたずらな妖精というあだ名で呼び、ポルカマズルカ、いたずらな妖精を作曲している。オルガとの結婚を、シュトラウス二世は本気で考えていたが、1860年に、 二人の関係は急速に破局を迎えた。シュトラウス二世と会ったオルガの母が誠意のない、繊細さのない人物だと彼を評価したためである。同年4月、オルガはシュトラウス二世にこう手紙を送った。その後オルガは貴族アレクサンドル・ロジンスキーと結婚して4人の息子に恵まれ、ロシア革命後の混乱の最中の1920年に没死したという。 ABC 加藤 P127、ハット ABC ケンプ P87、ハット AB マスダ P115、ハット ABCD マスダ P116、AB 加藤 P128。ありがとうございます。